なりほー、キラクエでー、中の人です。中の人さん、ヤシャ姫終わっちゃったけど、イニヤシャ&ヤシャ姫ロスになってないっすか？ふふふふふふふ。え、どないしたん？例の物が届いたんですよ。なになに？ビール？キリン？エビス？プレモル？ハイボール？お酒ばっかりじゃないですか。ちゃいますよ。予約してたあれですよ。ああ、あれ？2020年の10月13日くらいに予約してた受注生産品のあれ？そうです。テレビアニメ犬夜叉の設定資料集？ついに届いたんやね。ほぼ半年待ったね。早速開封していきますです。ワクドキワクドキ。佐川さんや、100均の段ボールカッター、これ便利やんな。中身切らんといてよ。はい、開けて。切れた？切れた？ワクドキ、ワクドキ。プチプチや。あ、なんか透けて見える。犬夜叉かな？なんで一回隠したん？セショウマル様や。あれ、取れへんの？とりあえず出してみます。結構重い？なかなかのずっしり感です。本体だけ体重計で測ったら 2.6 キロありました。お米より軽いや。どういう基準やねん。カメラの向きミスって。ここから縦長やで。すまん。犬夜叉とカゴメの表紙かわいいです。背表紙はこんな感じ。ビニールついてたんやね。はよ開けよう。緊張します。慎重に開けてまたビニールに戻したい派？もちろんです。破けないようにしないと。あっ、あっ、あ、もうがっつり開けちゃおう。はい。まずはポストカード。これは予約特典で犬夜叉とかごめのポストカードか、殺生丸のポストカードか、どちらか1枚やってんけど、購入したショップごとにどっちが付属するか決まってて、めっちゃ悩んだ結果、殺生丸様にしたんやんね。楓おばあちゃんがあれば即決でしたね。ビニールから出してもテカテカのツヤツヤ。色塗る前のレアな感じがいいですね。こういうポストカードってコレクション用やから一生使えへんよね。ノットフォーセール。ノットフォーセール。三宝瀬仕様、三宝瀬仕様、どっちか分からん、三宝瀬仕様かな、の収納ボックスになってて、サラサラした触り心地。爪で引っかいたらすぐ傷ついちゃう系やね。指の腹で触るか、手袋の使用をおすすめします。中は白くなってます。表紙の犬夜叉とかごめ、裏表紙の殺生丸様は、キャラクターデザインを手掛けた、石沼さんの新規書き下ろしイラストらしい。ポストカードの色付き。資料集は A4 サイズで、冊子が2種類。総ページ数は500ページ以上です。赤い本は天の巻。これも慎重に触らないと傷ついちゃいそう。緊張するね。昔の方みたいに紐で留めたようなデザイン。図鑑みたいな紙質で、新刊のようないい匂いがする。新刊の匂い好き。裏はサンライズさんのロゴだけでシンプルになってますね。サラサラで映画のパンフレットみたいな手触りです。よく見たら和紙っぽいデザインやで。白い方は知の缶。2冊とも同じくらいの分厚さで、
裏面はさっきと同じロゴだけです。大きさはこんな感じ。ちょっと大きめのコミックと比べるとこのくらい。紙質が全然違うけど資料集の方が分厚いね。なんで花子くんと比べてんの？花子くんの考察サブチャンネルもよろしくです。ここだけ見た人何の動画かわからんくてびっくりするで。ははは。収納ボックス、資料集2冊、ポストカードで価格は税込み18,900円。中の人さん、こんなお金どこにあったん？キャラ子さんのへそくり全部使いました。カラー素材がメインの天の巻とモノクロ素材を収録した地の巻の2冊になってて、設定資料集には作中に登場するキャラクター、小物、美術などの設定が、雑誌、宣伝ビジュアル、ポスターなどに使用された書き下ろしイラストを掲載ってことです。買う時にめっちゃびっくりしたんやけど、これ対象年齢15歳以上らしいです。注意事項には、今後開催されるイベントで販売が行われる場合があります。括弧特典は付属いたしませんって書いてたので、ポストカードはコレクターには嬉しいですね。準備数に達し次第ご注文の受付を終了いたします。多数のご要望をいただいた場合、準備数を調整して再度販売することがございますってのも書いてたので、ご要望すればもしかすると販売あるかもしれません。天の巻の始めには高橋留美子先生のお言葉が見開きで書かれていて、アニメ化が決まった時の話や感謝の言葉が綴られていました。思い出とともに楽しんでくださいとのことです。カラー絵画集が90ページほどあって、アニメのキービジュアルから CD、DVD のジャケット、アニメディアやアニメージュ、ニュータイプなどの雑誌に掲載されたイラストが盛りだくさん。原作の犬夜叉とアニメの犬夜叉が手をつないでるイラストはめっちゃかっこよかったです。ゲームやカードゲーム、シールやグッズ、年賀状に使われた絵なんかもあって、見たことないものもめっちゃ多くて、絵画集だけでも1時間くらい見入ってしまいました。夜叉姫1話後に行われたスタッフ対談っていうのも書いてて、シリーズ構成の住沢さんとプロデューサーの富岡さんがアニメ犬夜叉制作のエピソードや、なぜ完結編は深夜枠に移動したのかについてのお話やったり、汎用の夜叉姫の制作オファーが来た時の話も書かれてて、読み応え抜群やったで。キャラクターの設定や美術、背景の設定なんかもあって、犬夜叉の壺一枚一枚やカゴメの部屋の細かいところが分かったり、摂政丸の母が座ってる椅子の形にもこだわって描かれてたんやなっていうのがしみじみ伝わってきました。オープニングエンディングの絵コンテが見れたり、最後には第1話の絵コンテが丸々載ってて、1枚に5コマほどなんですが、それがなんと148枚載ってて、セリフがここでとか効果音の音やったり、犬夜叉や妖怪まで事細かくほんまに繊細にびっしり書かれてて、漫画やん、これ漫画やんっていうくらいのボリュームでした。30分のアニメでこれだけの量を動かすとなると、一人じゃ3年くらいかかりそう。アニメ制作の方本当に尊敬します。ほんまにいつも楽しい時間をありがとうです。完結編の最終話の絵コンテも丸々載ってて、絵コンテだけやのにじわってきた。もうほんまに目が幸せやわ。まだですよ、血の巻も見てみましょう。かなり満足感あったから血の感忘れてた。こっちはモノクロでシャーペンとか鉛筆で描かれたようなキャラクターの細かい部分などの設定がいろいろ書いてありますね。犬夜叉一人だけでも黒髪になったらこうとか、着物の破け方まで書いてあったり、言霊の念珠のサイズごとの塗り方まで決めてあったのにはめっちゃびっくりした。摂政丸様のページにはめったにしない表情が書かれてたりと、もう眼福です。メインキャラ以外も七人隊や村人、子供まで設定があって、絵の勉強してる人にはぜひ見てほしい感じです。背景はカゴメの家の間取りやお城、神殿、寺などがどんな風なのかってのも書かれてました。個人的には楓の住んでる小屋の内部設定が分かって、脳汁がブシャーってなりました。キャラ子さんの趣味はどしがたいです。完結編ではまたキャラクターの設定がちゃんとあって、
無印の時とはこことここがこう違うんだなっていうのが分かったり、映画の敵キャラやいろんな武器の細部まで書かれてて、ファンにはもうたまらない2冊でしたね。読む時も大きくて重たくて大変やけど、見てるだけであっという間に時間が過ぎちゃうくらい見応えのある設定資料集でした。買ってよかったですか？めっちゃよかった。買ってくれてありがとう、中の人さん。キャラ子さんのへそくりで買ったので気にしないでください。へそくりは勝手に使うと危ないよ。大切に保管したいと思います。それではチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローもよろしくね。バイビー。